毎度、徹子です。チャンネル登録をお願いします。お隣さんの法人倒産件数が歴代最多を記録し、個人破産も5万件超で5年ぶり最大を記録しました。お隣さんはコロナ破産が急増したと言っているのですが、ムンジェイン政権の経済政策が効いているみたいです。ニュースの詳細。コロナで個人、法人破産申請が急増したことが調査で分かった。昨年の個人破産申請件数は5年ぶりに最高値を記録した。法人破産申請は初めて1000件を超えた。27日に最高裁判所が発刊した2021司法年鑑によると、昨年裁判所に受け付けられた個人破産事件は5,379件だった。コロナ発生前の2019年45,642件に比べ4737件増加した。この5年間で最も高い数値を記録したのだ。このうち裁判所が受け入れた破産申請件数は44,417件だった。コロナが自営業者と旅行業従事者に打撃を与えたのが直接的だったという分析が出ている。ソウル改正裁判所へ部長判事は、個人破産を申請した人を見るとどうしても自営業者と旅行業従事者、契約職勤労者が多いとし、コロナによって営業もできない上に働き口が消えたためと説明した。コロナが広がり、自営業者らは持続的に困難を訴えている。商商工人連合会と自営業者非常対策委員会きついは、生活苦に悩まされて極端な選択をした情報提供が20件余り受け付けられたと言及した。ある弁護士は、個人破産申請は持続的安定的な収入がない人が申請するが、コロナで収入源自体が減少した影響と話した。法人破産申請件数も増えた。2019年931件より138件増加した1069件を記録した。これもこの4年間で最も高い数値だ。ソウル改正裁判所関係者は、破産申請の理由を説明するとき、唯一の原因としてコロナを書く場合もあったと述べた。とのことです。あかん。文大統領の任期中、着実に法人の倒産件数は増えています。1000件を超えたのは、お隣さんが統計開始以来初めてのことです。個人破産の件数も着実に増えていて、2015年の53,865件以来の高い数字です。ムンジェイン政権は、経済政策の失敗は全てコロナのせいにして逃げ回っています。しかしコロナ感染の拡大が収束しつつあるので、隠していた実勢の数々が明るみに出てきています。今回の法人の倒産件数の増加はコロナのせいにされていますが、コロナ禍の前から倒産件数は増加しているんです。コロナの影響を受けているだけではなく、企業環境の変化で経営を諦める傾向が強いみたいなんです。週52時間労働などの思考とコロナの噛み合い、経営者が経営そのものを放棄してしまう。コロナだけならなんとか耐えることができた企業も、ムンジェイン政権の政策にとどめを刺されて次々と倒産しています。さらに自営業者の6割が廃業を検討しているという話もあります。お隣さんの民間シンクタンク韓国経済研究院が9月に飲食店や塾、スポーツジムなどの自営業者500人を調査した結果、コロナ感染拡大の長期化に伴い 39% が廃業を検討していると回答したと発表しています。廃業の予想時期は3ヶ月から半年以内が 32%、 半年から1年以内が 26% です。廃業の理由は売上の減少が 45% で、固定費の負担が 26%、資金繰りの悪化が 22% となっています。自営業者の6割が1年以内に廃業するって壮絶な光景です。ほんで、お隣さんのコロナ規制はすごく厳しいんだけど、それに対する支援がありません。日本もコロナ禍で大変だけど、お隣さんはそれ以上ってことです。自営業者は政府に対して営業損失の補填拡充などの支援策を求めていました。お隣さんの財政はすっからかんですが、あまりのひどさに政府も重い腰を上げました。コロナで被害を受けた商商工人に
損失保証金を今月末から支給することになっています。就業禁止や営業制限業種に損失額の 80%、 損失規模に応じて最大1億ウォンまで保証することが決まっています。当初損失保証の対象は少小工人だけだったんだけど、小企業にまで対象を拡大しています。かなり広い範囲が支援対象になるので申し込みが殺到しそうです。予算は確保しているのでしょうか。損失額の 80% まで保証してくれるなんて、お隣さんの政府もなかなか頑張ったんじゃないかな。自営業者としても嬉しいニュースです。でもそれで終わらないのがお隣さん。韓国自営業者協議会、全国加盟店主協議会など各自営業団体が損失額 80% の保証では満足できず、 100% 保証しろと言い出しています。こういうニュースを見ると国民性の違いを痛感しますね。こちらがお隣さんの反応です。公約を一つも実現できないムンジェイン大統領は監獄に行くべきじゃないの。言葉は正しく使いましょう。コロナのせいではなくムンジェインのせいです。他の国々は今年初めから正常営業をして、政府は損失保証もしている。ムンジェインだけが保証もせず営業禁止制限を課している。最低時給が上がって仕事も増え生活も豊かになる。金持ちを威嚇したり逮捕したりするので給料をくれる社長たちがいなくなる。さらに多住宅者を捕まえて貸し屋のオーナーがいなくなって借りる家もない。未来のある人生ではなく借金だらけの人生を作ってしまった。一ミョンを支持する人間たちが 30% 台もいるということに驚いてしまう。これ以上この国を借金漬けにしないでください。ムンジェインを大統領に選んだ時点である程度のことは予見できた。あんなに保守たちが大韓民国を災難が襲うと叫んで反対したのに無視した。果たしてコロナのせいなのでしょうか。政府の一貫性のない防疫対策が最大の原因ではないでしょうか。ムンジェイン支持者たちはユートピアに住んでいるので、家の値段が10億から30億に数十億暴騰したり、最低時給が数千ウォン上がったことを誇らしいと自慢している。ムンジェイン大統領と民主党員たちはここまで作りました。任期5年間で少小工人自営業者をみなしなせたか廃業に追い込んだ。イ・ジェミョンが当選したら破産ではなく死亡申告をすることになるだろう。コロナのせいにしないでください。ムンジェインの政策が大量の破産を生み出している。ムンジェインは自身の政策が多くの人を自殺に追いやっている事実を受け入れるべきだ。私の税金でまた無駄なことしている。コロナに耐えることができず廃業した人たちは少小工人支援金を受け取れない。今日 SBS 夜8時のニュースに自営業者代表らが出てきて 100% 支給を要求しました。全額を保証しろという主張には呆れてしまう。 50% じゃダメなんですか。自分たちの支援金が他の国民の血税から集められたということを知らないみたいです。 80% 支給する決断を下した政府にもっと感謝するべきです。給料が下がった会社員が保証してくれないのですか。自営業者だけがコロナで苦しんでいるわけではない。支援金の保証に吹かれてる。うちの会社も仕事がなくてたまに休むけど、そんなことは保証してくれない。以上が国民の反応です。ここに来て自営業者たちから固定費の負担と主張する声が増えています。ムンジェイン政権の所得主導成長が効いているみたいですね。最後まで見てくれてありがとうございます。